目指せ4万人無限回数よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。チャンネル登録していいね押してくれよ。ピンポン、セーブショックにお知らせがあります。 YouTube の説明欄 X などをチェックしてね。音楽の配信、イラストなどがあります。やっていきましょうか。なんかやらしいご質問コーナー。はい、ドラマです。はい、ドラマです。よろしくお願いします。今日もこんなことをやっていきたいと思います。今日は茜京様となんと世界一イケメンで言ってんだ。一番のお金持ち。誰だっけ。ピューリバイじゃない。ピューリバイ。どうも、親方です。よろしくお願いします。ああ、ね、お願いします。今日は、トフ親方ということで、スネークアイの代表のトフ親方さん、自己紹介をよろしくお願いします。お願いします。スネークアイ。有名な赤い方です。かぶっとるかぶっとるな。あ、すいません、私がフリを言うのでいいよりも有名、はい、親方さん、お願いします。よろしくお願いします。はい、はい、かわいい、スネーカイ代表のトフ親方です。お願いします。はい、ありがとうございます。当たり前ですよね。はい、ではスネークアイとは、どういうクランでしょうか。アマチュア e スポーツチームみたいな感じですかね。現在のスネークアイについて教えてください。現在のスネークアイ、はい、現在のスネークアイは、まあそうですね、高野行動で言ったら三大リーグは、まあ常連になってきてるんじゃないかなという感じですかね。では今後のスネークアイについてはどうなっていきたいとかありますか。ねえ、やっぱ大きくしていきたいですね。ちょっと先は長いんですけど、まあ、ないように、はい、ボソボソとやっていこうかなと思ってます。結構あの消極的なんですね、ちょっと謙虚な感じが。いい人がにじみ出し、さすが、はい、そういうとこがやっぱ人気の秘訣やな。いや、人気ないだから。人気ないねえ、ね、うん、お豆腐屋方って言ったらもうみんな、ああ、あのって言うもんね。うん、名前だけ、名前だけ一人歩きしててね、本当いいことないっすよ。でもいい方向の一人歩きじゃないですか。どうすか、まあないんですけど。だって世界支配したでしょ。世界、いやいやいや世界支配したって聞きましたけど、私。いや、ちょいワールドぐらいで。ちょいワールド、あ、でもそれでもすごい、普通に国3個ぐらいで承知してる。次行きますよ。徳川親方のそのスネークアイの、まあ、その人の集め方だったりとかはどういう集め方をされてますか。人の集め方、でもありますかね。やっぱ僕の人望の名のもと勝手に集まってきたじゃないですか。かっこいい。こんな感じだよっていう感じですね。選手だったりとかの管理とかそういうのはどうされてますか。はもう選手リーダーのラムっていうのがいるんですけど、ラムが、まあ言ったら全部ラムが決めてます。ああ、なるほど。人類みんな決めている。いやいや、ラムさんっていう方が決めてる。でそのマネージャーさんとリーダーの仕事の違いはもう全然違うものとなってるんですか。そうですね、全然違うですね。なんか求めるものとかあるじゃないですか。そのこうマネージャーをサブマネとかいろいろこう募集してることがあるんですけど、スネークアイは、はい、その求める 人材というか、こういう人欲しいなっていう。まあでも本当ゲームチームなんで、ゲームが好きで、まあ、スネークアイが好きで、まあそこに関してのサポートっていうのをみんな率先してやってくれてるんで、マネージャーにも感謝しかないというか、はい、めちゃくちゃサポートしてくれてるんで、なんで大満足してます現状。あ、現状は。ああ、なるほど、はい、求めることはじゃあもう長く満たされてる。そうですね。いや、もうプラスでもやってくれるんで、なんなら、モタさんのなんかアイコンを作るのも僕が指示する前から全部やってくれるんですよ。なんで僕のスポンサー、もうほぼ僕代表っていうかただのスポンサーですね。なるほど。編集マネージャーたちだけで運営自体は成り立ってる感じですかね、現状。なるほど。実験生と豆腐親方のその代表としての、なんかこう仕事というか
はい、やることは一体どういうことでしょう。僕のやることですか。まあ見守ることですかね。あと一つ、ちゃんこ鍋を食べるですよね。え、僕ですか。はい、ちゃんこ大好きですね。ナイスナイス。はい、ではちょっとここから深い内容になっていくんですが、はい、ちょっと深く切り込んでいきたいなと思います。はい、キスはフレンチキスかディープキスかどっちが好きですか。あ、どっちもうまく織り交ぜていくタイプですね。あ、やばあ、あ、やばい、はい、スネークアイの話なんですけど、はい、まあ元 DGG だったと思うんですよね。そうですね。これは話せますか。もちろんですよ。まあ、元 DGG の一番最後こう解散する理由になったのではないかと、大会で強すぎて2チーム残ってしまったと思うんですね。そうですね。オフ親方の見解とかってそういうのを語れる部分でいいので、こう何が起きたかとかそういうのを話せますか。なんか東方や、いや、何が起きたも何もだって、うんうん、ね、僕は1人だったわけで、まあ、2チーム出てたんで、まあ、うん、1つ一番順位が近いチームにやっぱポイントを取らせるための、うん、まあ戦術だったんですけど、それがまあ違反行為に当たるって言って、うん、まあ罰則じゃないですけど賞金の剥奪が起きたんで、うんうん、まあ選手たちはかわいそうじゃないですか、僕の目線からすればですけど。結構こうナイーブな話だから。あ、いやいや、だって俺らは、うんうんうん、うん、だからそれが荒野行動のルール違反に当たるのであれば、僕らは本気でやっぱ1位を取りに行ってたんで、ただそれだけなんで、うんうんうん、そうですね。なんでダメならダメで一歩って感じだったっすね、正直。あっ、すぐーって感じですね。なるほど。それ気合い書いてなかったし、うんうん、それはやばい。ああ、そうなんだ。それは正直あのチームと連絡を取ってるチームだったりとかもたくさんいたわけで、うん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 、じゃあまあだから晒し上げじゃないですけど、まあうちらが強すぎたっすよね。結局強すぎたっす。あの時に2チーム残ってた時点がでちょっとおかしいっすもんね。うんうん、確かに確かに強すぎるがいい、強すぎたのよ。あえてうちのチームはぶつけないように、うんうん、まあ、東日本と西日本で分けて出したんですよ。あ、まず東日本と西日本で分けて出して、なのにかかわらず最後残ったんですか、2チームが。そう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 です、そうです。そうなんだ。あ、それでさらに残った上で、まあ、戦術としてランキングが高い方を、まあ、まあだからポイント的に勝てるチームに、まあ、あの勝てる戦術をしたってことですね。当時の、監督がですね、はいはい、という指示をしたんですけれども、それの、まあ、実際許可を出したのも僕なんで。ああ、なるほど。まあでも規約とかには書いてなかったと。書いてないですね、何も書いてなかったですね。なるほどね。それはちょっと意味わかんないですね。で、今その選手の方たちはあんまり名前出すのも迷惑になるような方たちともいっぱいいたんで、そうですよね、方たちに、まあ、迷惑をかけないストリーマーの子たちもいたんで、迷惑かけないように、まあ一旦、相当有名な方たちもいましたもんね、選手にね。そうですね、うん、なんでね、そこであんまり、うん、まあ、支障が出るような戦い、まあ結構チーム内でも賛否両論あったんですけど、解散することに関しては。あ、なるほど。まあでもそうですね、僕の判断としては、うんうん、まあ各選手たちは今も実際第一線で活躍してる選手もいるんで、そうですよね、うん、まあ悔しいなるようにななるようになったのかなっていう感じですかね。なるほど。なせばなるという感じです、本当に、うん、まあまあそんな感じで、うん、これちょっとでもそのないナイブすぎますかね、ちょっとどうなんだろう。私との、 あの質問とあの候補じゃないの。ちょっと待ってね、ライターか。いいよ。はい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 、すいません、どうぞ。え、タバコは何を吸われてますか。タバコですか。僕アイコスなんですけどね、ちょっと髪好きでやめらんないんですよね。アイコスの何あの あるじゃないですか、色。僕ですか。結構ニコチンだったら何でもいいタイプですね。あ、何、え、メンソール。でもメンソールじゃなくても OK ですか。そうですね。あ、じゃああれですか、
タバコ同士の口だから私ともあのキスはできまあまあまあちょっとあの次行ってもらってお願いしますはい次行きましょうねはい、はい、ですいませんはい、そうですねじゃああの深い話そうです親密関係瀬越さんとの深い話ですか親密関係とかにもなってるのは結構気になってる方いるかなと思うんですよねああなるほどいやでも本当瀬越さんめっちゃいい人なんで僕みたいな、まあ、ポットでのただのゲーマーでもすごい気さくに仲良くしてくれたりとか、はい、当時だったらまあ事務所の関係とかもいろいろあったと思うんですけど、うんうん、まあそれでも、まあ、気にしなくていいよっつって一緒にねゲームしてくれたりとか、うん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 、はい、最後に東京方の、はい、まあ、はい、PR だったりとかスネークアイの PR だったりとか、ファンサービスだったりとか、ああ、そうですね、この目標だったりとか。計画だったりとか決め台詞スネークアイは本当、はい、まあとにかくゲーム好きでまあゲームが好きでゲームでちょっとなんていうんですかね一つでも二つでも何か形になるものを残したいっていうこう若い子たちだったりとかまあスポンサーたちもそうですけどまあそういうゲーム好きの人たちがチームっていうものを一つのものをみんなで盛り上げていこうっていう思いで集まってるんで、うんうんうんまあいいも悪いもアマチュアチームなんでまあそういったチームでも応援できるような、うん、な応援できるようなまあ的なチームを作っていきたいなという感じですかね、うん、素晴らしい風の中のスバルなんで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 エンディングありがとうございます。いや、なんかこの曲がぴったりかなと、プロジェクト XX みたいな感じ。ああ、なるほど。はい。でも本当、本当そんな感じで、まあ、ゲーム好きのための、うん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 、はい。なるほど。チームですね。ゲームが好きな人いれば、ぜひ応援してほしいですし、はい。はい、と、興味があれば、スポンサーでも、選手でも、マネージャーでも、何か携わってくれればなっていう感じですかね。うんうんうんそ素晴らしい一言である豆腐親方のアピールはどうですか僕ですか、はい、僕ですか、はい、結構謎がそうですよね僕はキュートですとか言ってもいいんですか僕ですか、はい、僕はそうですねまあ興味があったらちょっとツイッターフォローしてみてはどうでしょうって感じですかねあツイートをチェックしてくださいということで一つだけ質問そうですね、うんはい、あの DM でもリプでもいつでも絡んでくれればあなるほど素晴らしい、はい、あの私あのお尻を開いていくとですね何言ってんだお尻を開いていくとはいなるほどいいですよ聞きますよはいはい静かにしてとろろあのお尻の肉を開くとひそかに毛孔斑がございまして、はい、あなるほどお豆腐屋方はあの、はい、毛孔斑的なものはどっかありますいや毛孔斑みたいなのないんですけどねたぶんどっかになんか昔からあるあざとか昔からあるあざですかはいまあそうですね乳首の色は割りかし薄い方かなと思いますけど何言ってんだなるほど乳首の色が薄いかそれはありがたい情報ありがとう本日お疲れ様でしたはいお疲れ様でしたありがとうございますはいありがとうございました今日想像してねやりますんでありがとうございますはいじゃあまたよろしくお願いいたしますはいよろしくお願いしますうん、僕はウーマを目指しているのでぜひとも応援してくれたら嬉しいです私は宇宙飛行士を目指しているのでぜひ応援してください My name is Toro Jingush This is a pen Your This name is a pen. Your name? My name is Akane I'm Japanese Live in Tokyo You from? Live in Kyogo In just real And Apple 動画を最後まで見ていただいて誠にありがとうございます私たちは、僕たち私たちは、評価をとっても気にしている生き物なので、
温かい眼差しで評価をしてください。高評価とお願いしたい所存でございます。そして SNS のフォローは全部、そして通知等はやってもらったら本当に評価を気にする2人なのでありがたいなって。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。あ、そうですね、それも評価を気にする2人にとって大事なこと。